この世界は狂気に満たされていますけれど、正気を保ってもいます。ある者たちの目には狂気に侵されたように映る世界と、狂気はなく自分たちは正気だと信じている者たちの目に映る世界、そのどちらがより狂気に満たされた世界なのでしょうか。どちらもではないでしょうか。人は心に光と闇を合わせ持っております。そのどちらか一方のみに偏り、他方を否定するのはとても危険なことです。物事には多様な側面があります。それを一面でしか捉えないのでは、物事の本質を捉えていないのと同じだからです。慈しみや良心、そして愛情、それだけが全てではありません。妬みや憎しみにこそ人の本質はあるのです。人を創造した神からはそうなのですから。確かに私にだってそういう気持ちはある。私の中にある暗い部分を受け入れられない時もあった。でもそれ以上に思うことができれば、それ以上に思うことはできるはず。私はまだまだ未熟だけど、そんな私にもできた、私にもできたことを、あなたたち神ができないはずはないでしょ。自身の内に芽生えた闇を見つめ受け入れることはたやすいことではありません。神であればなおさらです。てめえの間違いを受け入れられないってか。いや、目をそらして気づかないふりをしている。ま、そんなところだろうな。だったらその目を見開かせて嫌でも見せてやるよ、てめえらの間違いってやつをな。その魂が望む場所へ。その手が人を導いてきたように、今度は俺たちが導いてやるよ。本来のあるべき場所へ。面倒ですね。やるしかないのか。程度か。これで終わらせる。死ねえ。その程度か。皆さん遅い。その程度か。消えちまいな。その程度か。そのまま行くぞ。どけ。溶け。終わらせる。終われよ。これでやってくれ。よっとと。勝手にしてくれ。
砕けろ。待っていてくれ。その程度か。そうだ、クラッシュ。わかった。
わりだ。これで無駄です。信じないな。力は行きます。どけ、消えろ。この一手を最後に待っていてくれ。こいつでとどめだ。手を貸しな。やってくれ。苦しみと絶望と偽りの両立の死亡の地破滅をもたらす罪となり、偽りの世界を貫け。滅びゆくが定め、私もその断りに従いましょう。肩慣らしにもなりゃしねえ。引き返すわけにいかない。次はどいつが相手だ。当然。私、お兄ちゃんのために頑張る。人の秘めたる真の力。私はもうこの世界には必要ないのですね。必要とされないものなどこの世界にはおりません。神も含めて。ただ終わったのです。神が世界を滑る時代は。あなた方のたどろうとしている道のりは長く険しい。それでも逃げ出すわけにはいかないの。一歩を踏み出さなければ前には進めないように。何かを変えたり試練を乗り越えようとするなら一歩を踏み出す必要がある。言うのは簡単でそうするのは難しいけど、他に方法はないでしょ。その時でかい荷物があって、それを背負う必要がある。誰かが背負わなければならないなら、背負える奴が背負うしかないだろう。ならば託しましょう。あなた方にこの世界を、愛しい私の子供たちよ。神も人もなく、その思い、確かに受け取った。